はい、どうも、今日はですね、何やらちょっと相方にちょっと呼び出されたんですけど、ちょっと何なんだろうっていうのはあるんですけど、はい、ちょっと荷物の整理をしていて、うんうん、それはちょっと昔の写真が出てきたんですね。その芸人になる前の写真なんですけど、ちょっとその写真をちょっと長田さんにちょっと見てもらいたいな。やめてよもう写真は。やめよそういうのはもう。いやこれはでも、いや、でもちょっと本当芸人になる前のやつなんだけど、ちょっと見てこう判断してもらいたいというか。いやー見るのはどうだね。見る？いやちょっと、いやちょっと一人でちょっとなんかその抱え込むっていうのはあれなんだけど、ちょっと見てもらいたい。いやだって別に俺が見てもさしょうがないじゃん。いやちょっとでもそういうのは俺も全くないから別に。いやでもこれはちょっと一回ちょっと見てもらいたくて今日持ってきたから。まあ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 。うわちょっと待って、なんかさ、なんか犬の、なんか犬2匹いない？ここうわ、ちょっと待って待って、うわうわうわ、めっちゃいいのも見つけた。うわ、怖っ。な、なに？え、骨写ってんの？骨？これは？え、お前何に入れてんの？マジで。いや、これは、でもこれは本当に、芸人になる前にその写真をその現像を して持ってったら、よくそのもらえるやつで、そうだから本当結構多くの人がもらってるやつ。マジでなんだと思うんだけど。いやでもそっか、2匹もなんか厚さもなんかまあある感じだもんな。なんかちょうどもらうやつだもんね、厚さが。なんかちょっとうわもう、うわくそでしょ。ちょっと待って待って、こんなことある？だって写真撮ってるのにさ、ビデオカメラ撮る？これ、こいつビデオカメラ撮ってる。こっちからさ写真撮ってるのにさ、ちょっとびっくりした。扇風機が。いやこれ、この子はどうなったわけ結局？俺はあんまり言いたくないんだけど、友達の友達でその日以来会ってないんだよね。マジで？だって見て、もう首、ヘッドホンが。映像系の専門学校ってやつだったから。そっか。かなんか。ちょっと待って待って。嫌なんだよ俺も。ちょっとさ。やめてよ本当。やめてやめて。俺ももう一個。怖。なんだよもうあんま見たくないから。怖。ちょっと待って、俺こんなの見たことないんですけど。壁にかかってるさ、時計がさ、腕時計。こんな、俺マジでちょっとマジでやばい。ちょっともうやっぱもうやだわそれ。こんなある？腕時計、でっかい腕時計の時計。こ
怖っ。その下で普通に歌ってんだ。見た方がいい。お前見た方がいい。もうよく生きてたな。よく生きてた、お前マジで。ごめん、まあちょっと俺もうちょっとよく生きてたよ。今ちょっと今怖くてちょっとごめん、なんか感情的になっちゃって。そうでしょ、なんかさ、ちょっとこれなんだ、これこれとね、これなんかなんかまたがってるっていうか、ちょっとこれ撮ったやつだと思うんだよ。逆にほら全部指入ってんの。こんなことある？全部指ちゃんと見全部入ってんじゃん、4つに。こんなことある？ 4枚。手袋したからかな。手袋してたからかな。もう入っちゃってる、がっつり。何色それ？これもオレンジ。これはオレンジ。これってもう指じゃない？これ見て。お前が撮ったやつ。お前が撮ったさ、やつ全部お前の手袋指入ってんだよ。お前がミスってんだよ。お前が全部。なあ、俺のよっ。俺のカメラだからね。よくて、やなんだよな、本当。うわ、思い出いっぱいじゃん。思い出いっぱいじゃん。ちょっと待って、こっち。これどういう写真これ？うわ、旧車信号。なんか車がプリツって、なんか高級会社の横でなあ。ちょっと待って待って。これ何このさ、これとかこれなんかプリクラ風の写真。プリクラ風の写真、なんかわかんないけど切れるのかな。切れるのかな、これ一個一個こうやって切って渡せるのかな。これもここにもある。細い体、細いわ。ちょっとこれは大変だぞ、これ。いや、ちょっとこれはもう大変だぞ。どうしてもちょっと見てもらいたくて、本当に。もうってさ、もういや、ちょっとなんかお前、これちょっとやばい。もう変顔のレパートリーが一緒。変顔のレパートリーがほら同じなんです。全くバリエーションが。これはまあよくこんな変顔のパターンがもう一緒なんだよ。なんかこれ2つしかないんだ、変顔してる写真2つが一緒っていうね。
いやこれはちょっともうちょっとごめんお払いした方がいい。これはちょっとごめん、うん、お焚き上げしよう、うん、これは、うん、思い出いっぱいだし楽しそうだしめちゃくちゃ楽しそうだし合ってるの今も合ってるの。今とも連絡が今取ってるんだ。取ってるよ。こんだけ楽しかったら。いやちょっと。いやごめんちょっとこれはもう。いやちょっとこれはちょっと衝撃でした。すいません。すごいちょっと写真がいろいろ出てきました。こんなに呪われてない思い出いっぱいの写真がね出てくると思いませんでしたけど。ちょっと追ってちょっとこの結果報告したいと思います。ここからちょっとやっぱりこの松尾の身が心配なのでちょっとお祓い行ってちょっとやってもらわないと、はい、この友達に会ってこれ見せないとこれ僕ですってこれだった俺だったんだぜってこの指ついてるの俺だったんだぜっていうのは言おう友達に、ね、うん、これは、うん、ありがとうございます申し訳ないって、うん、いや本当に、うん、皆さんもねなんか、呪われてない写真ありましたら、まあ、こっち送ってきてもらっても見ますのでよろしくお願いします。